野さんがスタジオ生出演。手に汗握る九州ダービー大分戦を徹底解説してもらいます。ファン・サポーターが選ぶ月間 MVP、 真夏の王者を番組内で発表。栄冠は誰の手に。これは思てなしだな、本当に思いました。よそのサポーターもよくいっぱい来てくれて嬉しいですね。おはようございます。オールビファレン、今週もよろしくお願いします。そして今日は玉田圭司さんスタジオ生出演です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついこの間もね、番組に来ていただきましたけれども、はいはい、実は番組の終了が発表されてから初めての出演になりますね。はいはい、玉田さんは選手時代にはさまざまな企画に出ていただきましたし、ね、引退されてこのクラブのアンバサダーとしては、うん、ファンこちらにですね、はい、毎月のように来ていただきまして盛り上げていただいてみましたの で、ね、今日もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。毎回皆さんからいろいろな質問に答えていただきましたが、今回もタマさんへの質問を受け付けます。はい、ハッシュタグオール VV をつけて投稿してください。そしてメールの方はオール VV アットマーク NIB.JP までお送りください。お待ちしています。はい、まずは前節の試合、大分との一戦を玉田さんと一緒に振り返りましょう。日曜日に行われたホームゲーム、この日は午後5時キックオフでしたが、9月に入ったとはいえ日中は非常に暑かった。九州ダービーということで大分からもたくさんのファン・サポーターがトラスタに駆けつけ、来場者は8000人を超えました。九州ダービーなので絶対に負けられない試合になると思うので、クリーンシートを達成して大宮戦のようなシュートを見たいです。前節が大宮戦ですごいいい試合をしてくれたので、今日は九州ダービーなので全力で応援したいと思いますし、それに応えてもらえるように頑張ってほしいなって思います。頑張れ。暑い日に行われる熱い戦い、九州ダービーは5位と6位の上位直接対決です。さあ玉田さん、新しいこの 4-3-3 のシステムどう見てますか。まあ、バランスよくやれてるのかなと思いましたね。うん、はい、三角形中盤が逆になった 4-3-3 のシステム、そして試合の入り、これ悪くなかったと思いましたけど。いや、全く悪くないですね。はい、チャンスも作れてました。チャンスも作れてましたし、はい、この新加入の選手たちもこのシステム応じて動きが良かったですね。さあ21分、増山がクロスを入れるとファンマが相手と競りながらもボールを収め、粘ってゴールを奪います。ファンマはこれで3試合連発、ついに20ゴールに乗せました。田中さん、このゴールシーンどう見ますか。いやー、もう本当にファンマの真骨頂じゃないですか。うん、まあ、アバウトなボールが入る中で自分でものにするという力があるので、まあ、素晴らしいゴールだったと思います。はい、ディフェンス2人いても関係ないといった。さあ、リードして折り返した後半、またもやスコアを動かしたのはビファーレンでした。66分、増山のシュートがゴール前のマテウスへのナイスパスになり、冷静に決めました。マテウスは加入後3試合目にして初ゴールです。田村さん、これ大分の守備陣が増山のシュートに引っ張られたんでしょうか。そうですね、4人がフリー、やっぱり何かシュートを打てば何かが起こるっていうことですよね。で、ビファーレンの選手たちは最後までボールを見ていて、反応することが早かったですよね、大分よりもね。このシュートが決まって2点目。ただこれ、サッカーでは2対0というのは危険なスコアと言われることもあるんですが、はい、この後の展開です。70分、大分が右サイドからクロスを上げると、これを野村に決められ1点差。さらに79分、またもや右サイドからクロスを上げられ同点弾を浴びてしまいます。この後タモさんにこの失点シーンについて解説してもらいます。欲しいのは勝ち点3のみ。終盤ビファーレンは途中出場の松沢を中心に
攻撃を仕掛けます。起点になっているこの松田選手、どう見てますか？やっぱキレもありますし、相手に脅威を与えてますよね。こんな試合でもね、危険なドリブル、振り込みですよね、はい、白熱の九州ダービーは2対2で終了、両者痛み分けとなりました。A expectativa é a mesma que a gente tem, né? De ganhar todos os jogos e buscar vitória. Acho que o objetivo, todos estão ligados no objetivo, só que é subir para D1. E ser mais fortes atrás, porque jogando em casa não te podem empatar de duas ocasiões, dois goles. Mas, bom, faltam 9 jornadas e vamos a tentar pelear para subir ou tentar pelear para entrar em los playoffs.2対2ドローという形になりました、まあ、2点を先制して追いつかれてということで、その追いつかれた、まあ、失点シーンですね、はい、今回タムさんのプレー解説は失点シーン、まあ、見たくないですけど、これからのまだ残り試合に向けて、はい、こうちょっと見ていきましょうということで、まずは、はい、VTR です。この失点どうやって防げたらいいのかっていうところを、ね、見ていただきますが、これ右サイドからでしたね。そうですね、サイドから深いところを切り込んでクロスに対して流れて野村選手、そして2点目もこれも同じ右サイド、今度は頭でという形でした。同じようなところから同じようにと、さあこれどうやって塞ぎたらいいのか、元日本代表フォワードの視点からどう守られると嫌なのかというのをボードを使ってお願いします。お願いします。そうですね、まあ2失点と、うん、まあ、大分の能力はすごく高かったなと思いますけど、はい、まあ、僕の視点でいいですか？はい、そうですね、はい、まあ、ゴールキープキーパーがロングキックを蹴った中で、はい、まあ、ここで選手競りますよね、その中でやっぱり五分五分になるっていう予測ができていれば、はい、マルコス選手はやっぱりボールを見るだけではなくて、うん、この辺に行けばやっぱりこの選手より後ろに行く、であればこのスペースが守れたっていうのが僕の一つの考えで、はい、まあ、あとはこの近くの阿部選手と今津選手がここにスペースがあるっていう風に、認識できていれば、このスペースを埋めるっていうことも多少はできたのかなとは思いました。なのでやっぱりボールウォッチャーになっていたというか、ここにボールがあるから行くではなくて、ここにスペースがあると思うからここを埋めるっていう作業がちょっとできてなかったかなと思いますね、はい、だからここで守備をどうするかではなくて、ここに行かせないための守備をどうすればいいのかっていうのをチームとしてやってほしいなと僕は感じましたね。逆にやっぱフォワードからの視点だと、そうやって自分の体勢を作れないっていうのは嫌なわけですよね。そうですね、だから2点目であれば、ここまでやっぱり行かせてたくないっていうのはありますけど、まあ、相手も1点取らなきゃいけないっていうところで、前めに行きたいっていうところで、ここでボールを上げられたのは仕方ないってして、長澤選手と増山選手が競る形になってしまったと思うんですけど、であれば、人を見るのではなくてスペース、どこが危険なのかっていうことを察知できれば、少しインサイドもできますし、相手に少しでも体をぶつける、であればシュートの威力が弱まったりとか枠に外れたりっていう可能性が高まったのかなとは思いましたね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあそれでは J2 の得点ランキング見ていきましょう、はい、こちらですね、3戦連発のファンマ選手が20ゴール来ました、ね、トップをひた走ります。これもう残り9試合で得点は硬いですかね。硬いですね。エリック選手がちょっと出られないという、ね、状況なので、はい、そして J2 の暫定順位です。ビファーレンは5位をキープしていますが、下も迫ってきているその中の1チーム、勝ち点差3で追いかける8位群馬と今夜ホームで対戦するわけですね。まずは群馬戦、前回対戦を振り返りましょう。前回対戦は4月の第8節でした。35分に群馬が先制し、ビファーレンも反撃に出るんですが、得点は奪えず敗れたという試合。その群馬非常に好調で引き分けも多いんですが、玉さん21節から11戦負けなし、はい、で中止が2試合あって試合数少ないながらも勝ち点差が3ですから、ビファーレンとしては今夜勝ってその差を広げておきたいところですよね。で群馬の J2 での今まで最高成績9位が2回で、今シーズンは好調ぶりが目立ちます。群馬どんな印象ですか？
チームとしてのスタイルが確立されてますよね、はい、ボールをつなぐとか、はい、ボールを大事にして、攻撃も守備をやるということが、しっかりしているチームだなとは感じますね。ちゃんと組織ができてて、はい、負けなしが続いているっていうのも守備がいいってことですよね。そうですね、やはり映像もあった通り、体を張るっていうところもできてましたしね。はい、そのホーム群馬戦、今夜7時ホームトラスタで開催です。さあ、この後はファンサポーターが選ぶ8月の月間 MVP の発表です。メガカリさんから、こんなに長崎を愛してくれるのはなぜですか？皆さんの愛を感じるからだよ。おさあ、松藤グループプレゼンツ月間 MVP 企画発表の時間がやってきました。オフィシャルパートナーの松藤グループ協力のもと、勝利やクラブのためにその月に最も貢献してくれた選手をファン・サポーターの皆さんの投票で決定しています、はい、まずはですね、ここまでの受賞者を振り返りましょう。最高。これもラストだな。終盤なのに。ね、はい。ということで、これまでもうかぶってない。ね、5選手が受賞した月間 MVP なんですけど、クラブ公式アプリからの投票で決定。毎月第2土曜日のこの番組オールビファレンの中で受賞者を発表してきました、はい、で今月もたくさんの方の投票によって決まりました、はい、来ますよ。来ます。8月の月間 MVP はこの選手です。8月はファン投票でケイタさんが選ばれまして、やったアナクラウンのディナーコースペア招待券がやったプレゼントされますので、おめでとうございます。やったありがとうございます。すごい笑顔がいい。投票してくれたファンサポーターの皆さん、ありがとうございます。結果はなかなか伴わなかったですけど、選ばれて本当に嬉しいです。9月はしっかり活躍してチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ね、シーズン途中で帰ってきてこの活躍で MVP ということでね、8月ね、理由がですね、まあ、あの攻撃の選択肢が確実に増えたし、頭脳を使ったプレー、いろんな選手を使って攻撃しているという、はい、あと大宮戦の、 あの米田選手へのアシスト、はい、あるいはサブイボで、うちの小学1年生のうちの子が何度も繰り返して見てますって、あのおしゃれなねアシスト、あとくしゃっとした笑顔が最高ってね、はい、今見えました、はい、中村選手でした。で2位が
松田海斗選手、ね、相手を置き去りにするカットインドリブルすごすぎる長崎の三笘という、ね、声がありまして、うん、で3位がキャプテン米田選手ということになりました。はいはい、タモさん一言感想を。いや僕もねすごく好きな選手で見ていて楽しいですよね。何をしてくれるんだろうっていうワクワクさせてくれる選手なので、はいはい、さあこの松藤グループプレゼンツ月間 MVP 企画、次回9月分の投票期間は10月1日から5日まで、ビファーレン長崎公式アプリ内にある MVP バナーから投票してください。ピッチ内外を問わずその月に活躍した選手から選んでくださいね。詳しくはクラブのホームページなどをチェックしてください。投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。さあこの後は大好評 J1 昇格へ向けた熱い思いです。ベロさんから長崎弁講座、特に印象に残っている長崎弁は？じゃがいもですね。毎週木曜日と金曜日にクラブ公式 YouTube チャンネルで配信されている大好評企画 J1 昇格への決意、オールビファレンではそのダイジェスト版を放送しています。今回はこんな方々が熱い思いを語ってくれました。今日ありがとうございます。いやいや、どうも今日は本当にお忙しい中ですね、おいでいただきまして恐縮でございます。まあ、いよいよ あと9試合ということで、残り少なくなってまいりまして、選手、ファン、サポーター一同ですね、力が一段と入るところで、まず楽しむことですよね、はい、勝利勝ってまず楽しむ。結構アンケートなんか取るんですよね、はい、おもてなしの、そうですね、そしてやっぱりもうその感謝の言葉がたくさんあってですね、特に例えば、普通試合だったらなんかサッカーだったらバチバチするような感じなんだけど、長崎スタッフは違うよね、うん、みたいな、本当温かいチームで J1 ではナンバーワンじゃないですか、そういうのがっていうような投資をもらったりとかしてますね。特に皆様の場所を見ている3箇所見させていただくと、お茶を歩いてくる皆さんにお茶をどうぞ、のぞかいたら甘いお菓子と一緒にどうぞということ、それから長崎の名物あるいは地毛もんですか、はい、こういったものをよりすぐって、お客様に食べてもらって、地酒で飲んでいただいて、そこはすごいなと思ったんですね。でこれはおもてなしだなと本当に思いました。長崎にとって一番大事なのって人の交流ですよね、はい、長崎にいっぱい人が来ていただくっていうことが一番大事、県下を挙げてそういうふうになってるんですけども、その人口交流にただ来て観光しておいしいもの食べて帰っていくということに加えて、心の交流みたいなものをですね作っていただいたと思っておりまして、多分3人ともいろんなことを考えてやったんじゃないんですよ。なるほど。Vロードを歩いてくださるお客様がもう嬉しくて、もう通ってくださることが、でじゃあおもてなしを私たちにできることをしようと思って、それぞれの思いで始めたことがこういう形になってきたのかなと。だから本当に、だから私たちもおもてなしをすることによって、相手の方からのいろんな言葉をいただいて、またじゃあ次こうしようかみたいな。前回も来た時に楽しかったから、また友達と来ました。で、なんかお土産まで持ってきてね。そう、本当に来シーズン J1
J1、トップステージで、トップステージの皆様とどんどん交流をして、心をですね豊かに温かく楽しい交流したいですよね。そうですね。電話が上がった時のあの気持ちが、はい、もう一回、はい、13連勝入れてやった時の思いを、はい、もうあと9試合ですけど、もう全部勝つつもりで、あの前半の行った時の思いをまた頭の中にしっかりありますので、もう一回、自分の心をまた、変えて、もう一回終わりにやろうかなと思っています。やっぱりみんなが、やっぱりサポーターも僕たちにそのおもてなし隊ももちろん選手たちも周りの人たちが一つ心一つになって応援していけば J1 ということになったらいいですね。必ず J1 に行くぞ。はい、タマさん、あったかいですね。温かいですね。僕が選手で感じてたこと、はい、サポーターの温かさであったりとか、あとは楽しんでくれっていう言葉も言ってもらえたので、うん、そういう楽しみながら結果を出すのが一番だったなと思いました、ね。こちらの企画の完全版は現在ビファーレン長崎の公式 YouTube チャンネルで公開中です。次週はどんな本音が聞けるのかお楽しみに、はい。さて、明日はいよいよファン感謝デーの開催日となりました、はい。会場はトラスタで10時開始、入場は無料です。今年は笠柳選手率いる青チームと阿部選手が団長のオレンジチームが4つの競技で熱い戦いを展開します。会場ではファン間限定グッズの販売もありますよ。推し選手のグッズをぜひ身につけて応援しましょう。詳しくはクラブのホームページをご覧ください。はい、会場で待ってます。はい、で現在 J2 首位の町田を迎え撃つ23日のホーム戦なんですけれども、はい、今年最後のスタジアム満員プロジェクト、当日のイベントの詳細が少しずつ明らかになってきています。こちらご覧ください。九州初ライブを行う子どもたちに大人気の竹下パラダイスさんのグッズ販売が決定しました。はい、ね、そしてこれはね、子どもだけでなく大人も大好きな人が多いでしょう。アイスのガリガリ君、これなんと22歳以下の方を対象に先着5000人にプレゼントしちゃいます。残念ながらこのスタジオにいる私は全員22歳以下じゃないな。そうだったんだ。ギリギリ君だ。こちら大好評のギリギリ君、大好評のお祭り広場で使えるお楽しみチケットの情報もあります。これね、この後今日正午から販売開始となりますんで、数量限定ですから、こちらの購入もお早めに。お得なチケット、はい。そんなギリギリ君に見せていただきます。はい、ギリギリ行きましょう。メッセージ紹介。マリアさんから、名古屋時代から仲が良かった杉本選手が、群馬に期限付き移籍して出場機会を増やしていますが、タマさんから見てどんな選手ですかと。そうですね、サイドを起点にチャンスメイクできる選手なんで、勢いに乗せたらすごく怖い選手ですね。今日も止めてほしいですね。そうですね、勢いに乗る前に、はい。さあ、そしてハールシュさんからは、いつもかっこいいタマさん、ズバリ聞きます。長崎が J1 昇格するにあたり、今やるべきこと、取り組むべきことは何でしょうかと。チームとして団結してやること、あとは先ほど言いましたけど、楽しんでほしいなと思いますね。はい、どんな状況でも。さあ、そしてシトヤさんからは、タマさん昇格に向けてシーズン終盤にかかる中で、今のチームに声をかけるとしたらどのような話をしますかと。自分たちのチームに集中してほしいなと思います。他チームが勝った負けたではなくて、自分たちに集中する、はい、やることってやっぱ限られてくると思うので、そういう中で全力でやることやってほしいですよね。楽しんで、ね、経験がある中でやっぱシーズン終盤っていうのはちょっと緊張感が、ね、高まってくるところですけど、はい、自分たちのプレーに集中するっていう、それしかできないですからね。自分たちらしさを出してほしいですね。そうですね、それがみんなも見たいと思うので、はい、たくさんのメッセージありがとうございまし た。さあ、そして玉田さんにとってオールビーファーレン最後の生出演になりましたけども、振り返っていかがですか。はい、そうですね、やっと慣れてきた中で、すごく寂しい気持ちでありますけど、少し違う形で全国に、僕なりに発信していけたらいいなと思います。長崎はね、また今後ね、ビファーレン、ベルカ、スタジアムシティのことを盛り上げている番組っていうのもね、放送されますんで、もちろんそのタモさん力でファン、サポーターのために、チームのためによろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
まあ、とにかく今日はホーム群馬戦ですね、はい、午後7時キックオフです。長崎の底力を見せてほしいですね。見せてほしいですね、はい、ね、はいはい、ホームですから、ホームですからね、勝ち点3を期待しましょう。タモさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。